はい、どうもこんばんは。ドラクエビルダーズ2実況続きやっていきたいと思います。前回荒くれの寝床を作りました。お、来た来た来た、報告会で、荒くれの寝床を作ったはいいんですけども、場所がもうギリギリ町の外に出ちゃっててね、夜になってもね、荒くれさんたちが寝床に入ってくれなかったんで、左上に今ありますキッチンの2階に寝床を作り直しました。で、今回は、荒くれが増えたのでね、ビルドレベルを上げて荒くれが増えたので、鉄を取りに行きたいと思います。っていう話だよね、多分ね。このカルドさんに話をすれば多分、荒くれの数もだいぶ増えてきた。これでもっと奥まで行動を進めるだろう。うん、そうだよね。おいら勇気出す。奥まで進んで鉱石を掘って掘って掘りまくるぞ。ここを掘るんじゃないよ。坑道の奥に進めばおそらく鉄も出てくるはずだ。今後のものづくりのためにも鉄を探してきてくれ。はい、鉄か。じゃあおいらたちが当たりをつけておくぞ。準備ができたら坑道の奥に来るんだぞ。急な何やってる。はい、よろしく。ほんとこの見渡す限り荒くれだらけっていうのは気持ち悪いな。あれ、なになに、あ、びっくりした。なんか固まったかと思った。行くのね、コーマーって。壁越しに話しかけるの。怖い、ペロ怖いわ。これあげる、壁越しに。あ、やった、焼きキノコだ。ありがとう。私が作ったお弁当よ。坑道の奥でお腹が空いたら食べてね。ありがとう。恥ずかしいからってそんな壁越しに。おい、何だするわ。なぜお前さんにだけ手渡しなのだ。いい、許せんぞ。君は年を考えなさい。とにかくお前さんには鉄を取るだけじゃなく、荒くれが働けるように鉄の鉱脈まであいつらを導いてほしい。ほう、さあ坑道の奥で荒くれを鉱脈に導きつつ鉄を10個手に入れてきてくれ。わかった。導くのか、荒くれを。銅の採掘基地よっ。早っ、一瞬でついたな。はっ、せっから、いっぱいいるね。嫌だな。嫌だね。めっちゃキョロキョロしてるし。うわー、コーマ指導やっと来てくれたんだな。この先にも行動が続いてそうだぞ。勝手に掘り進んでもよかったんだけど、お前たちを待ってたんだぞ。律儀だね。さあ頼むぞ。自慢のハンマーか古びた魔法の玉でこの分厚い岩の壁を壊すんだぞ。魔法の玉っしょ、気持ちいいからね。行くぜ。よっ、逃げろ。おお。気持ちいい。これも気持ちいい、取るの。ああ気持ちいい。もう一発か。よっ、行くぞ。おー、ドアップだ。岩の壁が壊れたぞ。思った通り行動につながっていたぞ。いいぞいいぞ、このまま鉄を目指して奥まで進んでみるぞ。おいらたちが近い。立ち止まったら何か問題があるあいつだ。はい、問題解決して先に進めるようにするんだぞ。オッケー、さあ行こう。行った行った行った。愉快な走り方するな。ここと、これか。はいよっ、柱直した。さあ来た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 。愉快な面々ですよ。なんか荒くれは向こう側行ったんだけどさ、こっち側も道があるんだよね。こっちにもほらあってさ、なんかコメントでさ、こっちの方行くとなんだっけな、なんか爆弾岩のベッドがあるっていう話なので、ちょっと行ってみたいです。おお、なんかすげえ、なんだあれ、何これ。あ、すげえ、休む。これが爆弾岩のベッド。これは安眠できなさそう。つか硬いだろう。あ、ちょっと欲しいね。もらおうもらおう。いただきます。
お、ドキドキベッドを手に入れた。確かにドキドキするね。メガンって食らいそうだもんな。あ、ひらめいた。あ、本が見える。あ、すごい。こんなこと書いてあるんだ。すごい、なんか、イラスト入りだね。おっしゃ、やったー。これは普通の岩か。ああ、普通の岩だね。へえ、寄り道しよかった。おーっと、これはん、あ、ビルダーパズルじゃん。久しぶり。オッカムルで初めてのビルダーパズル。何これ、部屋があるぞ。あ、ここに設置しろってこと。同じようにこの並びで設置をしましょうってこと。あ、なるほどね。一個ずつ右に、一マスずつ右にずれてるか。このテーブルと椅子見るとね、左端が真ん中に来てるから、こっちは今度右端になるんじゃない。ってことはこれはここかな。ここね、ピキーンって言った。本棚、衣装ダンス、こうか、こうだな。はい、やった、メダル、メダル。これ何枚目だろうな。白人とこ行ったらなんかもらえないかな。よっしゃ、14枚。あー、なんか15枚、あと1枚あったら切りよく何かもらえそうな気もしないでもない。行き止まりじゃん。フォーマ、オイラの鼻が激しい鉄臭を捉えたぞ。この壊れた足場の上にきっと鉄がある。ほう、けど今のままじゃ登れないぞ。オイラたちもこの上に行けるようにみんなに使える足場を作ってもらいたい。うん、わかったわかった。設計図、あ、設計図が必要ですか。そんな大層なものが必要かい。あー、でも作業台があるね、ここに。オッケー、分かった。採掘足場の設計図、石の階段、はしご、壁掛け、松明。なるほど。うわー、すごいぞ。みんなの足場の設計図が書けたんだな。足場があればオイラたちも上に登れるぞ。早速設計図を組み上げてほしいぞ。もしもはしごを高いところまでつけていくんなら、一つつければ登りながらつけられる。あ、そうなんだ。あ、そうなんだね。ちなみに作業台はおあつらえ向きにそこにあるぞ。何か作るなら使うといいぞ。 OK、 じゃあこれ嬉しいよね。あと何個必要みたいなのがわかるからね。ここ、こう、こうか。設置しながら、あ、ほんとだ。おお、なるほどね。で、最後に壁掛け松明を、ここかな。で、こっちかな。あ、違います。よっ、できた。採掘足場の設計図が完成。設計図作るほどのもんでもなかったね。これが鉄？鉄だよね、きっとね。この目の前にある石っぽいの。ハード持ってきた。みんなの足場ができたんだな。さすがコーマだぞ。これでオイラたちも上に行けるぞ。よし、足場があればオイラたちも上に登って鉄を掘れるぞ。助かったぞコーマ。あ、ハートが出てきた。マッシモのハート。さあさあコーマ、早くハンマーで鉄を掘るんだぞ。あ、俺か。まず必要な鉄は10個。でもって、これからはオイラたちが掘った分の鉄を夕方の報告会でコーマにやるぞ。ありがとう。それと、そこに導きの玉。あ、ほんと、あ、ほんとだ。さっきはキラ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 音がしてるもんね。オッケー。じゃあ、いいよ。あ、うそーん、ここで。すごいタイミング。そう、10個掘ってからの方が良かったな。さあ、今日の取り分はどう ?11 個。あ、やった、鉄ももうもらえてるんじゃん。嬉しい。15個。石炭57個だって、すげえな。えっ、どう、286個だって。あれ、次でカッパーマンなるんじゃね。ねえ、ほら、215個だもんね。おお、なんかあっという間だね。最初は途方もないかと思ったけども。へえ、
あ、なんかひらめいたぞ。なに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 、何きっかけでひらめいた。あ、鉄のインゴットだ。なるほど。やはー、おっしゃ、手に入れた。初めて手に入れた鉄が報告会っていうのもちょっと鉄が10個取れた。みんなを鉱脈で働かせることもできたぞ。実はナコーマ、コードは上層と下層に分かれているんだぞ。もうすぐ上層はおしまい。お、さらに深く潜りますか。どうせならオイラ、カルドに報告に戻る前にこのままもう少し奥まで進んでみたいぞ。その油断が命取りだな。さあ、コーマ、オイラについてくるんだぞ。なんか頼もしくなったな、急に。せっかくだから掘らせて一回。よっ、ん、これ掘れてる、硬いね、鉄。え、めちゃめちゃ硬い。わ、すごいね。ちゃんと針が張ってあって。こっち？よー、こいつは硬いぞって言ってる。うん、コーマ、せっかく来てもらったのに、オイラ申し訳ないぞ。うん、オイラの鼻によれば、向こうに坑道が繋がっている？でも、この岩の壁、硬くて壊せない。ハンマーでも爆弾でもダメ。じゃあ、マシモさんの頭突きで、その、頭に、ついてるトゲでこうグリグリって。コーマ、一度地上に戻るんだぞ。鉄が取れたことをカロに報告するついでに壁を壊す方法を考えてきてほしいぞ。あ、でもこれで鉄が取れたということはだよ、それ加工して大木槌を鉄のハンマーとかになんかこうパワーアップできねえかな。ねえ、できそうだよね。じゃあ一回導きの玉触って戻るか。よっしゃ、鉄の採掘場。じゃあ一回戻るよ。拠点。おお、みんな来た。はい、お疲れお疲れ。わあ、すごい。カラクレのハートがいっぱい。すごいな。ゴールドに抱かれてたね。なんかそういう暖色の要素が少しあるな、これ。はい、カルドさん。おお、鉄を手に入れて荒くれたちを鉱脈で働かせてきたんだな。鉄があれば便利な道具も作れるぞ。そうだな、例えばもっと硬いものも壊せる。鉄のハンマー、オッケー、それです。そりゃそうと、お前さん、あれからペロとはどうなってんだ。いや、お前が気にすることではない。ん、どうもこうもない、何もなってないだと。嘘をつけ、お前さん、ペロに弁当をもらってたじゃないか。ペロのやつ、心なしく頬が赤かったぜ。もう嫉妬が見苦しい。もっと勘違いするなよ。俺は荒くれたちみたいにペロの弁当が羨ましかったわけじゃない。だが、もし残っているならペロの弁当を分けてくれ。なんなら残りカスでもいいぜ。見苦しさがたまんない。この上なく見苦しいね。なあコーマ、こいつらどうしてあのペロって女にこんなにこだわるんだ。何、これが愛ってやつだと。なんだ愛って、それぶっ壊せるものか。指導の中ではね、ぶっ壊せるものとぶっ壊せないものの2種類しかないからね。じゃあハンマー作りたいね。いよいよ鉄も手に入った。行動の復帰は順調のようだな。だがそろそろ硬い岩の壁に行き当たって困ってる頃じゃないか。そんな時は鉄を加工して道具を作るに限る。そして鉄の金属工房があれば最高だ。おお、かっこいいな。鉄の金属工房はその名の通り、部屋の壁をすべてアイアンの壁で作った工房。鉄の部屋にの革袋、壺、収納箱を置けば完成。鉄の加工のために鉄の金属工房を作ってくれ。なるほど。じゃあとりあえずまずはアイアンの壁ですかね。のためにははい、鉄が17個あるから鉄のインゴットをまずは作んないとね。ここインゴット作り時間かかるんだよね。場所はどこに作ろうかな。てかここを済ませればいいのか。ここ金属工房にしよう。じゃあちょっと夜になったから俺このドキドキベッドで寝るわ。いいね、ドキドキベッド。絶対ゴツゴツして寝づらいよなこれ。よし、さあどうだ、出来上がったか。ああ、できたできた。よーし、じゃあアイアンの壁たくさん作んないとね。
あーどうしようかな。でも先に酒場を作っちゃうっていうのもありだね。酒場ももう作り完成できるんじゃないかな、きっと。ダーツボード、革袋、基本全部もう作れるんじゃないかと思うんだけど、先にバー作っちゃうか。その方があれでしょ、採掘量がきっと増えるんでしょ。よっ、よし、壁完成。超大きい空き部屋になった。あとはランタン3つ。で食器2個、こことここか、ガラス瓶3つ、ここここお、すごい。バーの建築が進み、鉱石の採掘量上がった。やった。今宴会テーブルって言うじゃない。お、宴会テーブル、すごい。こういうセットもありなんだね。2個連結してテーブルを。へえ、面白い。シェイカー、超大きいバーになった。おお、すげえ。革袋、ダーツボード、でかいね。おお、すげえ。え、これみんな遊ぶのかな。ダーツセットだった。見つめ合うシドウとコーマ。よっしゃ、また上がったよ。へえーって、あ、遊んでる近くね。めっちゃ近くで今ハッって言ったけど、あ、モンスターだ。またあれか、キラースコップ。はい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 、おら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 、いいことづくめだな、なんか。レベル 12?13 か、もう。上がったね。お、やった!スタミナ上がった!久しぶりだね。おっしゃ!おらおらおら!よしよし。あとは、酒場の壁掛けを2個。ここと、お、超大きいみんなの酒場。そしてここか。で、完成ですね。よっ!できた!バーの設計図完成!立派だね。よっしゃ!バーを建てよう、達成!やった!これめちゃめちゃ取れるようになるんじゃないの?お、ペロ!ついにバーが完成したのね。とっても素敵じゃない。ありがとう、コーマ。これできっと父も喜ぶわ。お父さん思いだな。さあ、改めてみんなに知らせに行きましょう。めっちゃハート出た。ポポポポーンって出たね。ごごご、ありがとう、コーマ。これで俺の願い一つ叶った。ゴールドに力が戻ってしまい、ゴールドラッシュが復活すれば、今の何倍も鉱石が取れようになるはずだ。うん。それにもうすぐペロがバーニーになる日が来るってわけだ。こりゃいても立ってもいられねえぜ。ええぞよ。でもゴルドのお願いはもう一つあるわ。全部こなしてくれたらバーニーになってあげる。もう完全にご褒美なんだな、バーニーになるのかな。ペロ、お前ほんと優しい。俺のこと気遣ってくれてバーニーにもなってくれるなんて。おっさんじゃん、ゴルドン。勘違いしないで。別にゴルドのためじゃないわ。私がバーニーになってみたいだけ。そこはお父さん譲りなんだね。とにかくコーマさん、ゴールドンさんのお願いはもう一つあります。引き続きお力をお貸しください。いいよ。さあさあ、回収回収。あれ、今なんかん、あ、みんな食事中だった、もしかして。めっちゃキノコ持ってるけど。焼きキノコ。パントマイム。おお、やる気出てるんじゃん、みんな。いいなぁ、ちょっと俺もこれ遊べない?ダーツやりたいんだけど。そう、ダメだ。あ!近いよ、だから。もっと遠くからやんないと意味ないでしょ。よし、じゃあ金属工房も作るか。アイアン、足りるかなぁ。これじゃ足りねえか。全然足りなそうだな。あ、鉄が足りない。しょうがねえ、取りに行ってくるか。
また来ました報告会。これでカッパーマンなるんじゃない、もしかして。よっしゃよっしゃ、今日もたくさん鉱石が取れたな。ああ。これの分は銅18、鉄10、石炭57、オッケー。そして、やった銅が1000個集まった。これでいつでもゴルドンを進化させられるぞ。あ、進化するのね。あ、じゃあこれでゴルドンに話しかけるとカッパーマンになるのかな。コーマン、お銅が1000個集まったみたい。これでゴルドンをカッパーマンにできるわね。うん、あの子きっと喜ぶわ。一緒にゴルドンのとこに行きましょう。ここだよね。うわ、荒くれいっぱい。あ、投げつけた。来たカッパーマン。おお、なんかゴージャスになったな。おお、やったやったぞ、俺やっとカッパーマンになれた。やったわね、ゴールドの存在方とっても素敵よ。ペロペロ、俺お前好き、お前喜ぶ、俺も喜ぶ。いや、先に俺にお礼を言ってほしいな。けどゴールドマンにならなきゃ山にゴールドダッシュ戻らない。まだまだ鉱石いる。行動さらに地下まで進めば金や銀も残っているだろうが。ほうほう、とにかく今はゴルドンが進化したことを喜びましょう。その姿素敵よ、ゴルドン。わあ、ありがとうペロ、俺少し力ついた。ペロのために俺も頑張る。お、体育座りじゃなくなった。片膝ついてちょっとかっこいい感が出てる。よし、これであとは扉をつければ。扉も確かいくつか種類増えたよね。あったあった、木の扉。木の扉がいいな。よっ、でつけるとこれで金属工房、空き部屋じゃん。あ、そっかそっか、なんだっけ、他なんか必要だって言ってたね。ロト、革袋、革袋、壺、収納箱。わかった、ここに、はい。あ、できた、金属工房。おお、みんな来た、みんな来た。よっしゃ、これで鉄のハンマーが作れるようになるのかな。おお、やるじゃないか、鉄の金属工房が完成したんだな。壁から香るこの鉄の匂い、こいつは作業がはかどるぜ。インゴットは作るのに時間かかる。金属工房に銅を2つ置けば一気に作れて便利かもしれないな。でけえからな。それはそうと、お前さん、これだけ鉄に囲まれてんだ、ビルダーとして思いつくものはないのか。お、来た、鉄のハンマー。鉄といえばあれだろ、あれがあれば今まで掘れなかったものも掘りまくれるぜ。知ってるならはっきり言いなさい。さあさあ考える、今のお前さんなら作れるはずだぜ。なあ、鉄のハンマー、さあ思いついて。よっしゃー、来たー、うん、大金槌か。お、そっかそっか、大金槌。よっしゃー、作る、速攻で作りたい。あれ、ないな。あー、クエストか。ハゲさん、おー、コーマ、新しく大金槌を思いついたんだな。そいつがあれば今まで掘れなかったものも掘りまくれるだろう。金床で作って、あ、そっか、金床か。わかったわかった。こっちね。これか。おお、作れる、鉄のインゴット。やったー。きた。かっこいい。無駄にトゲがついてる。カチコチ金属もお手軽に破壊。やったね。おお、なんだそれ、ひょっとして新しいハンマーを作ったのか。イエーイ、なかなかかっこいいじゃないか。それなら硬いものもぶっ壊せそうだ。素材集めもはかどりそうだな。よし、そのハンマーで坑道のさらに奥まで進んでみようぜ。だね。これでじゃあいろいろ壊せるんだね。あ、もしかしてこの今まで壊せなかったこの岩も壊せる。壊せるじゃん、嬉しい。これ何、これは木、ん、大山岩って読むかな、これ黄色の木に山の岩。おーっとー、
それで空っぽ島の拠点にある邪魔な岩も壊せるね、きっとね。超嬉しい。おお、こいつはすごい。鉄から大金槌を作ったんだな。これで新しい素材も手に入る。バー作りと行動の復旧もきっとはかどる。いや、まあバーはもう出来上がりましたけどね。行動の新しい道も開いていけるな。大金槌うまく生かすんだぜ。ありがとう、ハゲタおっさん。こうまあ気が早いかもしれんが、一つお前さんに話しておきたいことがある。お、何？どうせなら俺はこの島を牛耳っているハーゴン教団をここから追い出したい。ああ、まあやっぱそういう話になるんですよね。みんながいくらものづくりに目覚めても、教団が残っていたら好きなようにものを作れないからな。島には教団から派遣されている総督ってやつがいる。ああ、マギールさん。副総督もいるのかな。いつかそいつも一緒に倒そうぜ。わかった。よし。じゃあ、今日はこう、わあ、来た来た来た。ミルズ来た、ミルズ。今日はここら辺でおしまいにしましょうか。次回、一気にアイアンマンまで行けたら嬉しいけど、まあ、難しいかな。はい。まあ、ちょっとずつね、やっていきましょうというところで、よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。また、ツイッターもやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方お願いします。はい。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。